はい、マサリビです。はい、今日も引っ越し系の動画撮っていきたいと思います。実はね、また段ボール届きました。今日はね、中くらいの箱ですね。前巨大だったけど、今回中くらい。またね、これを開けてマスオスタジオを着々と完成させていきたいと思います。家になるまで時間がかかる。はい、ということで、ね、今日開けていくんですね、こちらです。あっ、中くらいでしょ。もう何が入ってるか見えるかもしれないけど、中くらいの箱開けていきたいと思います。ヒュッ、よし。いや、嬉しいな。新品ですよ、新品。お、もう少々しゃあ、やったー。どうやって開けたらいいんだ、マジで、マジで、マジでどうやんだろう。あー、おっしゃー、ちょっと一人ってやっぱきついよね。ああ、来ましたー。今日買ったのはこちら、電子レンジ。ゲイ。はい、じゃん、電子レンジ。この前まで使ってた電子レンジは姉にあげちゃったんで、ちょっとね、新品買うことになりました。おー、やべえ、マジで新品だ。確かね、1万2万円しないぐらいだったような気がしますね。いやー、はい、じゃあ設置していきます。ちょっと完璧じゃないですか、この感じ。いやー、もう思ってたよりいいな。実際使ってみたいと思うんですけど、あのね、セブンイレブンでナポリタンスパゲッティ買ってきたんですね。はい、ナポリタンスパゲッティ198円でした。これちょっと実際作って食べてみたいと思います。600ワットで約5分やってみたいと思います。1、2、3、4、5、スタート。おー、電子レンジが来たー。いい匂いしてるー。あっし、やばい、この家で初めてあったかい食べ物を作った。嬉しい。はい、ということで完成したナポリタン食べていきたいと思います。いやー、電子レンジがあるとナポリタンも食べれてしまう。嬉しい。よし、はい、ではいただきます。ちゃんと温まってます。いただきます。うまい。はい、ということでね、マスオスタジオ新たにこの電子レンジが仲間入りしました。チャ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 っていうね、ドラクエでレベルアップしたみたいな気分なんですけど、はい、あと何揃えていこう。とりあえずやっぱりカーテンですよね。はい、カーテンだったりとか、ちょこっとずつまた揃えていく様子動画でアップロードしていきますんで、よかったらね、見てください。はい、あとね、IH 用のね、鍋とか探してるんですけど、どういったものがいいのかとかね、もし、ご存知な方いらっしゃいましたら、教えてください。はい、なんかアドバイスあったら、よろしくお願いいたします。はい、ということで、以上、マスオ TV でした。バーイ。こんな動画よく作ってます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。